次は、ユーマ・ミドリによる日本の小説。著者が小説家になろうに投稿していた、俺たちの魔王はこれからだ。を原案としている。メディアミックスとして、藤丸豆の助による漫画版一作目が、ビーズログチークにて2018年3月から2021年4月まで連載され、2021年7月にタイトルを変え続編が連載中。また、 香りの視点から物語を描いた浅草鬼嫁日記天使系は前世の嫁と平穏に暮らしたい。が月刊コンプエースにて2018年9月号から2019年11月号まで連載された。2021年5月時点で電子版を含めたシリーズ累計発行部数は80万部を突破している。浅草に住み浅草グルメはこよなく愛する女子高生。 茨城薪。人間の癖に日々あやかし関連の厄介ごとに首を突っ込んでは腕力で解決する彼女には秘密があった。それは薪が前世の記憶を持っていること。その前世は人間ではなく平安時代にその名を轟かせた鬼の姫、茨城童子だということ。前世の夫だった主天童子の生まれ変わりである同級生の天使系を引き連れ、 今日も悩めるあやかしのために最強の鬼嫁は浅草中を駆け回る。声は特別ショートムービーの担当。戦争一の官報医、牧野健族。末っ子体質で精神年齢は小学5年生、牧野健族。水蓮によると中身は反抗期真最中の高校1年生、牧野健族。性別不明だが水蓮は女と思っている。 〇〇なのようが、口癖あやかしが嫌いで友達がいない。学ランが似合わない。と、よく香りに言われるだが、私服もダサく、最強と書かれた T シャツを着ている。お坊ちゃま育ち普段は和装をしている。正義のヒーローも、ともとは、ゆりびこの家にいた月つぐみというあやかしだったが牧が、育てることになった。浅草をに嫁日記に、あやかし夫婦は青春を謳歌するのにはで、 マキがテレビを見ていると、ペンギン特集をしていて、かわいいと発言したことにより、ペンギンになった意外とずっしりで小豆袋くらいあるとのこと。ペヒヨと喋る。マキは、お餅をカイロ代わりにしている、浅草鬼嫁日記あやかし夫婦は今世こそ幸せになりたい。に関するカテゴリー、浅草鬼嫁日記天使系は、前世の嫁と平穏に暮らしたい。に関するカテゴリー、 ありがとうございます。